実験大好き MNM です。今回の話題はアマチュア無線、地方都会どっちで楽しむ方が面白いんでしょうか。昔なら地方一択だったと思います。最近ハム人口の減少、趣味の多様化、いろいろとね、世間を取り巻く環境っていうのは変わってきていると思います。都市と地方、アマチュア無線を楽しむポイント、ここに異なる点多々あると思います。今回はそのような部分をいろいろと検証させていただければと思います。昔なら地方一択、30年前ですけどね、やっぱりハム人口が多い時、まあ都市部はね、特に UVHF がねひどい状況だと聞いておりました。で、あとは皆さんのね、頭の中にはね、同じね、アマチュア無線を楽しむんでしたらね、20メーターを超えるようなね、タワーを建てたいとね、夢を見ていた方も多かったと思います。で、当然ね、タワー建てますとね、大きなアンテナですよね。まあ、例えばですけどね、21メガの 4L がね、あの当時は標準だったと思います。できればね、6L ぐらいを上げたいとか、あとはローバンドですよね。3.5メガあたりでね、まあ、フルサイズのダイポールぐらいは上げたいなと。で、あとは大出力ですよね。まあ1山アウトってね、500ワットを目指してた方もね、そういうね、夢を持たれてた方もね、結構多かったと思います。地方のね、良さっていうのはね、やっぱりまず UVHF ね、混信がまだ少なかったと。まあ確かに2メーターはね、ゴールデンタイプになりますとね、地方都市でしたらいっぱいだったんですけどね、まあ430はね、そこそこ空いてました。ですからラグ中も結構ね、トラブルなく楽しめたっていうんですか、やっぱりラグ中中にね、渾身とか起こしますとね、まあこれはこれでね、あんまり面白くなかったと思うんでね、その点地方は良かっただと思います。当然ね、 UVHF まだ都市部よりもね、渾身なかったんでね、結構ね、アンテナを整備していけば2m430でもね、500キロ、1000キロぐらいの更新をね、楽しまれてる方もね、あの当時は多かったと思います。いろんなね、アマチュア無線化の夢とかを考えてきますとね、やっぱりあの当時はね、やっぱ地方の方がね、まあ、やっぱアマチュア無線を楽しめると、まあ圧倒的にね、そう考えてた方はね、多かったと思います。地方行きますとね、すべての夢が実現できる。まあ取り急ぎね、都市部で生活しておりましてもね、いつかは地方に行けばなんとかなるだろうというね、望み持ってた方多かったと思います。最近楽しみ方多様化、この30年振り返っていきますとね、もうこの最近大幅にね、ハム人口が減ってきております。まあそれはね、皆さん実感していると思います。 UVHF でもね、都市部でも、まあ昔よりはね、だいぶ渾身が減ったっていうんですか、まあ当然聞こえはするんですけどね、昔よりは良くなったと思います。都市部だけの現象だと思うんですけどね、まあダンプ無線っていうんですか、どこまでがね、アマチュア業務、どこまでが商用利用やって言ったらね、細かなとこ言うたらね、キリはないんですけどね、結構このダンプ無線いろんな問題抱えてると思います。詳しくはね、ダンプ無線の実態っていうのをね、こちらの方の動画でご紹介させていただいております。で、 UVHF もね、昔に比べたらダンプ無線がね、あったとしてもまだ楽だと思います。で、あとはやっぱりね、最も人気のある7メガヘルツのね、渾身が減ったと。当然運用曲数が減りました。で、あとバンドの方もね、以前でしたらね、 7.0 から 7.1 までだったと思うんですけどね、今は 7.0 から 7.2、 要するに100キロから200キロね、帯域が広がりました。もうそれによりましてね、ハム人口もだいぶ減ったということでね、昔よりはね、実用的に運用できると。昔はね、根性がなかったら7メガヘルツっていうのはね、運用できなかったと思うんですけどね、最近は気軽なね、気分でね、斜めが運用できるようになっております。ただ最近の傾向としましたらね、やっぱり住んでる周りの方々へのご配慮と、あとはアンテナを上げた後のね、まあメンテナンス含めて気遣うこと結構あるっていうんですか、やっぱりね、大きく目立つものを上げますと、周りの方見てるだけでも不安があるっていうことでね、世間との調和っていうことでね、大型アンテナをね、あまり上げない方、または上げててもね、下ろす方っていうのが増えてきてると思います。そういった流れで、最近でしたらね、取り急ぎアンテナにつきましてもね、昔に比べるとね、小型のアンテナでもね、まあいいかなっていう方多いと思うんですよ。で、出力におきましてもね、やっぱり500ワットまで出しますと大変です。最近ですとね、取り急ぎ50ワットまで出せたら何とかなるだろうみたいな形でね、意外とね、出力の方も以前よりもね、少ない出力でもね、満足感をね、得てる方は多いと思います。そういうことをね、考えていきますとね、設備だけのことを考えましたらね、都市部でも小規模の設備とか小出力でしたらね、まあ問題なくできるようになってきているというんですか、そういう意味ではね、昔に比べますとね、アマチュア無線化の要求している事項っていうのがね、
だいぶ低下しちゃったと。規模が低下というかね、ボリューム感がね、だいぶちっちゃくなってきたんじゃないかなと思います。当然都会は都会の問題抱えていると思うんですけどね、地方におきましてはね、やっぱ UVHF 誰もいないと、いや普通は少ないと言いたいんですけどね、少ないんじゃないんですよ、ほとんど誰もいないと。まあ、これはねワッチしていただくのが一番だと思うんですけどね、本当にワッチしますとね、無線機が壊れているんじゃないかなとね、本当にね誰一人いないと、一人でもいれば気づくと思うんですけどね、誰一人聞こえないっていうね、地方っていうのもね最近増えつつあると思います。最近でしたらね、一戸建てよりもね、地方都市でもね、やっぱりマンション住まれる方多いと思います。または一戸建てでもね、分譲されたようなところをねご購入される方も多いと思うんでね、どっちにしましてもね、都市部と同じく地方でも最近はねアンテナをね上げるのかなり気を使うようなね状況が続いております。その辺のね詳しい状況っていうのはね、こちらの方の動画でご紹介しております。一般的に地方都市まではねそんな状況だと思うんですけどね、まあ田舎まで行けば、まあこの田舎って来てね、皆さんいろいろとあると思うんですけどね、まあ私の思う田舎っていうのはね、家と田んぼだらけ、家田んぼだらけみたいな形でね、まあ家があってもね十分な庭があるっていうんですか、誰が見ても家同士のね壁が近づくようなところには誰も住んでないっていうんですかね、十分なね空間があるね場所っていうのを私としてはね田舎と定義しとるんですけどね、まあそういうとこに行けばね、アンテナの建設に関してはねプレッシャーがねなくなってきますからね、考え方変わると思うんですけどね、やっぱり現状はね田舎まで遠征するぐらいのね気持ちがないとね、地方ぐらいでしたらねなかなか間に合ってこないと思います。で最近の傾向としましたらね、いろいろな機器も良くなってきました。移動運用にね力入れてる方多いんじゃないでしょうか。特に都市部のちょっと田舎の方、または地方都市でしたらね、車っていうのはね所有しやすいと思いますからね、車に無線機をとりあえず乗せて、まあ私なんかひどい例なんですけどね、自分の住んでるマンションの横の平面駐車場から運用しとるんですけどね、まあそういうとこからね運用するのも一つの方法だと思います。またはね車です、自由に移動できますからね、別に高い山は登る必要はないと思います。周りが開けたようなね川辺とか公園の近くみたいなところにね移動してね運用されている方もね最近多いと聞いております。まあ詳しいね運用の仕方についてはね、こちらの方の動画ご参考にいただければと思います。このようにね移動運用が流行ってる傾向としましてはね、無線機のまあ小型化っていうんですか、まあ見ていただいても分かると思います。昔に比べますとね無線機がめちゃめちゃ小さくなってきております。なおかつ高性能で広いね周波数をカバーすることができます。あとはバッテリーの技術ですよね。まあ最近でしたらねリチウムバッテリーあると思います。あとはねその足りなくなった電圧、微妙にね電圧降下するとねアマチュア無線機って動作が不安定になるんですよ。 12V だとねギリギリなんですよ。やっぱり 13.8 ぐらいまではね電圧を保ってやらないといけないんですけどね、 12V をね 13.8V に昇圧する技術っていうのがね結構ねいっぱいあります。そういう流れがありますからね、最近はね簡単な設備でもね 50W ぐらいはね簡単に出せるようになっております。詳しいねその辺のテクニックっていうのはね、こちらの方の動画見ていただければと思います。目的地別っていうんですか、私はねあまりね深入りしてないんですけどね、ポータっていうやつですね、要は公園を回っていくと、であとはソータ、山の上に登って運用すると、まあこの辺につきましてはね都市部とかね地方どっちでも人気があるっていうんですか、当然ソータの方はね公園です。意外とね都市部の方が公園多いっていうんですか、登山につきましてもね都会の方でもねちょっと端の方に行けばねちっちゃな山はいっぱいあると思います。まあ、そういうこと考えればね、都市部地方でもね十分にねこの2つの移動運用、ポータソータはね楽しめると思います。技術の進歩、どこでもドア時代、インターネットと言われるインフラですよね、これねものすごく重要だと思います。あと無線機のデジタル化、もう無線機のね中身の8割9割はねデジタルの制御しております。ボリュームをね回してるようでもね、あれボリュームじゃないんですよ、電子的にね数値を入力してるだけでね、実際はアナログのボリュームでないっていうパターンが多いんでね、見かけはねアナログみたいに見えるんですけどね、最近の無線機っていうのはかなりの部分までねデジタル化されております。そのようなね技術がありますから、無線機のね遠隔操作っていうのが今むちゃむちゃ簡単です。特に最近でしたらアイコムさん使ってる方多いんでしょうかね。アイコムさんのね比較的新しい無線機と専用のソフトを買いますとね、簡単にね遠隔操作できると、まあちょっとはねルーター越えの問題があるんでね微調整は必要だと思うんですけどね、昔の昔でしたらね外部にモーターをつけたりしてね V
物理的にねダイヤルを回してまでね遠隔操作をしてた方っていうのがいたと思うんですけどね、最近はねソフトとね無線機対応したものをご購入していただいてね、インターネット回線をちょっと調整すればねもう簡単にできる時代になっております。そういうね技術が発達しておりますからね、最近はね都会に住んでおりましてもね実家にありますね無線機をね遠隔で操作してみたり、またはね田舎の方に別荘をねご購入してね無線機をね操作している方っていうのもね、7メガとかね 3.5 聞いておりますとねちらほら聞こえてくるようなねご時世だと思います。ドラえもんの世界じゃないんですけどね、もうすでにねアマチュア無線業界どこでもドアっていうのはね存在しているような状況です。でただなんですけどね、やっぱりいくら実家にあるって言いましてもね、実家にねご両親おられても年取っております。こういう遠隔操作する場合にはね大なり小なりはねやっぱり機器のメンテナンス、場合によってはねリセットが必要になったりするんでね、遠隔操作がねいくら万能やって言いましてもねメンテナンスはね必ず必要になるんでね、その辺はねご注意いただければと思います。でそういう中でね最近でしたらね D スターとかワイヤーズ X、 まあ私的にはねデジタルの FM ってね簡易的に名乗っとるんですけどね、まあデジタルの FM っていうのがね UVHF でもね増えてきております。こちらの方のねメリットっていうのはデジタル化されております。途中ねノード局っていうのを通過させますとね世界各国とね QSO できると、まあ本当にねびっくりするような技術がねたくさん盛り込まれているような状況です。最近でしたらねライセンスの都合があるんでね無線機はいるんですけどねアンテナいらないと、まあちょっとこの辺がねアマチュア無線化としてはねしっくりこないところだと思うんですけどね、無線機はいるんですけどアンテナがなくてもねお手軽開局ができると、現状はねそのような時代到来しております。ただしなんですけどねこのデジタル FM もっと普及してもおかしくないと思うんですけどね、都市部はね若干出ておられる局長さんっていうのはおられるんですけどね、地方都市はね本当にねアナログ FM でも少ないんですけどね、デジタル系の FM はね皆無に等しいような状況だと思います。詳しいことはねこちらの方の動画にもね上げてるんですけどね、やっぱり互換性が解いてなかったっていうことが、ね、最大の障害になっていると思います。まとめの方させていただきます。この最近の流れとしましたらね、アマチュア無線化、地方とかね都会におりましてもね楽しむ範囲としてはね大きな差はなくなってきたんじゃないかなと思います。本当にねアマチュア無線を心底設備面とかね出力面で楽しもうと思いますとね、田舎に行かないと、やっぱり地方都市ではダメだと思うんですよ。あまり人の住んでないようなね田舎までね行かないとね楽しめないっていうのがねもう現状だと思います。ただ私もそうなんですけどね、田舎に住めばいいだろうって口で言うのは簡単だと思うんですけどね、仕事の面とかあとは移動するための手段ですよね、まあ車のある間はまだいいんかもしれないんですけどね、やっぱ車がなかったら生活できないっていう話もあるんでね、まあその辺のね住みやすさの考え方っていうのは人によっても違うと思うんでね、アマチュア無線にとって理想的やって言ってもね、住むとなったらねまた別次元の話になると思います。今でもね悩まれてる方多いと思います。やっぱりそういうこと考えてきますとね、アマチュア無線ってあくまでも趣味です。都会とかね地方都市とかまた田舎ですよね、どこで住んだら幸せかなっていうのはね人それぞれ違うと思うんでね、まあそれはね皆さんの生活環境っていうんですか、仕事の有無とか仕事の内容とかね、子供がいるいないのも話も合うと思います。まあその辺はねやっぱりアマチュア無線は優先順位が低いと思いますからね、日々皆さんねどうしていこうかなとね悩まれている方多いと思います。ぜひともねそういう悩み含めてアマチュア無線っていうのはね新しいテクノロジーとかね活用していただけますとね、まあ都会は都会内の楽しみ方、地方は地方の楽しみ方、田舎は田舎の楽しみ方っていうのがあると思います。まあその辺ねぜひともいろいろとねご検討いただければと思います。現在私の方 X の方も始めております。身近な情報もね時々発信しております。ぜひともねご登録の方よろしくお願いいたします。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。